んにちは、武蔵野学院大学ヌーソロジー研究所の高橋です。今回の発表につきましては、共同体概念に見るヌーソロジー的視点と題しまして発表をさせていただきたいと思います。過去動画でも発表させていただきました通り、ヌーソロジーというものは4次元的な視点で3次元に影響を受けずに見る、こちらが概念的なイメージ、一方では社会として共有されうるものとしてイメージの世界で頭を働かしていく、もしくは自分のただの考えみたいな部分でやっていくものを内面等々というわけですが、まあ正確な表現ではなくて恐縮ですけれども、これらがネーションステートという国家レベルではどのような機能を果たしたのかという発表させていただきましたが、共同体概念としていかなるものかということを続けて発表させていただきたいと考えております。共同体という概念はいわゆるコミュニティですので、国家というレベルでももちろん存在します。全人類というレベルでも発生します。もしくはローカルなレベルでも発生します。共同体というものっていうものは、その規模の大小、意味合いの大小に問わず、人々が集って同じ目的で結束をするというようなものになります。で、はるか昔ですが、テンニースという社会学者がですね、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトという分類を行いまして、非常にこれが現代でも有名な概念になっております。ゲマインシャフトというのはいわゆる共同体組織、ゲゼルシャフトというのは機能体組織を指します。つまりゲマインシャフトというのは場の知り合いであるとか気が合うであるとか、そういうようなまさに共同体としてそこの場で一緒に動いていかなければならないというような側面の強い共同体を指します。一方ゲゼルシャフトというのは産業革命以降の産業化によって発生したもので、目的に応じてそれぞれが役割を果たすという集団としての共同体の組織を表しています。ですのでゲゼルシャフトにはゲマインシャフト以上に目的が必要になり、ゲマインシャフトにはゲゼルシャフト以上に連帯が必要になるわけです。ですからこの2つは共同体という括りでおきましても意味合いとかそういうものが違ってくるわけです。他方においてですね、分類というものも非常に曖昧なものも中にはあるということもご理解いただけるんじゃないかと思います。ですから、例えば宗教としての共同体はどうなのか、言語としての共同体はどうなのか、あと例えばコナベーションとかそういう言葉がありますが、自然発生的にエリアが広がっていく、例えば東京が栄えているから首都圏というエリアが広がっていくとか、このような広がりがあったりもしますので、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトというのが明確に分類のために用いられたものではなく、概念として違いを明確化するために行われた分類であることもご理解いただければと思います。ちなみにですね、ゲノッセンシャフトというものをギールケという人も言ってるんですが、職能や概念で結びつくものはゲマインシャフトともゲゼルシャフトとも言えないじゃないかと。つまりアーリア人とかユダヤ人、まあユダヤ人だったら宗教ですが、アーリア人のようなコンセプト、そういうようなまあイデオロギーもそれに近いですね。これはゲマインシャフト、ゲゼルシャフトではくくりにくいんではないか。そこでゲノッセンシャフトという言葉もあるんですが、いずれにしても明確に境界線のあるものではありませんので、それによっていろいろなパターンがあるわけです。
翻って日本におきましては、1967年に中根千恵さんが縦社会の人間関係という本を書きまして、これが大変古典的名著と言われているわけですけれども、日本におきましては、どちらかというと第二次大戦後に産業がいきなり復興した形に範疇化できると。これによって、ゲゼルシャフトにゲマインシャフト的な考え方が入っている。という中根さんの分析がですね、非常に人々の共感を得たわけです。まあ日本型社会主義って言ったり、イデオロギー的な社会主義ではないのに、むしろ社会主義的な機能が高いと、戦後の日本はですね。ですから会社に一生忠誠を誓うであるとか、年功序列の給料に会社側もしたり、定年まではじゃあ勤め上げてくださいとか、愛社精神がお前にないんだとか、そういうようなものというのを中根さんが場の友人であるとか、いろいろな表現でですね、その縦社会の人間関係というふうにまとめられたわけですが、まあ1967年ですので、相当昔でありますが、いわゆる戦後の経済成長期の日本は、まさにゲゼルシャフトを中心にしながら、精神的な意味合いとしては完全なゲマインシャフトで行っているということです。ヌーソロジーサロンにおきましても、半田さんが、ヌーソロジーにおけるいろいろな概念の、まあ未来予想図のようなもので、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトを用いまして、これの両立ができるじゃないかと。またその両立も、これだけデバイスが進化し、そしてヌーソロジーのようなもので、人々の意識が本当の意味で高いレベルで共有化されていく可能性が出てきたら、ゲマインシャフトというものはローカルになり、ゲゼルシャフトはデバイスの進化によって広く薄く、ゲマインシャフトを活かすために使えるじゃないかと、いうような形の問題を提起しておられました。非常に私もそれに感銘を受けさせていただいたわけですけれども、このように、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトというのは、コンセプショナルな分類になりますので、状態をいろいろ混合しているものもあれば、いやいや、第三のやり方もあるじゃないかとか、そういうものもあるわけです。翻ってヌーソロジーにおきましては、そのようなものではなく、空間の認識ですので、こことここが混ざっているということは必ずしもありません。しかしながら、ヌーソロジーにおける外面的なコンセプト、そして内面的なコンセプト、これは正直申し上げて、局面によってどちらにおいてもゲマインシャフト的な部分があったり、ゲゼルシャフト的な部分があります。しかしながらヌーソロジーの理解を深めていくためには、このような周辺的な知識があることによってですね、ヌーソロジー理解の時の混乱を防いだり、もしくはヌーソロジーの理解が進んだとしてもですね、非常にそこに対して変な社会的な、もしくは自分の欲や自分の都合のようなものを入れずにですね、透徹にそれを理解していくということが可能になるんではないかと私は感じています。従いまして、今回の共同体概念に見るヌーソロジー的視点としてはですね、直接的な関係は薄いものの、このようなコンセプトを理解していただきながら、ヌーソロジーを見ることによって、ふっとヌーソロジーが実感に落とし込みやすくなるんではないかと、いうふうに私自身感じて発表とさせていただきたいと思います。今回の発表は以上です。また次の発表でお会いできたらと考えております。どうもありがとうございました。